さあ第3ラウンド始まりました。そして山田さん、はい、両者ともにほとんどリングの中央で戦ってますね。そういうことなんですね、はい、というのはですね、横体がまだ前に出ることができないという状態もあるんですね。あ、そういうことですか、はいはい、飯田さん、はい、かつて対戦した時には、あの、横体はあのコーナーやロープに意識的に詰めていってから連打を打とうという、そういうところがありましたよね。そうですね、結構やっぱりその戸高の距離とか回り方もいいんじゃないですかね。あ、なるほど、これはあの横体のその特徴を戸高の今の勢いが殺しているということなんでしょうか。そうですね、はい、そしてここの第3ラウンドの打ち合う、ビリッ、戸高の右の横体真っ正面するところあるんですね、戸高の方から、はいはい、少し状態振れるようにね、はいはい、そして打ってボディー、右のボディー、チャンピオン右のボディーを打ってきました。そしてちょっとボディーを打たれて横手が苦しそうな表情を見せました。ボディーはいいと思いますね。そうですね、チャンピオン戸高英樹も試合前、横体はガードが高いのでボディが空きやすいと、ボディは一つ攻めどころだと話してましたが、そのボディが出ました。そして横体苦しい表情ではですね、はい、上下の打ち上げ、ボディ顔面の打ち上げがうまくいっているんですけどね、はい、ただ正面すぎるところあるんで、はい、打ち返せないとですね、接近戦であるところ、横体の右のアッパー、左のフック、この辺り飛んできます。しかし戸高はひるまず打ってきます。今打ち返されてる状況もあるんですよ、はい、アッパー、右のアッパーのダブル挑戦し、横体失踪、右の左、横体が打ってきた、打ってきた、右を打ってくる、そしてビー、チャンピオンの右、戸高はひるまず打ってきます。激しく打ち合ってきました。どんどんなんか両者のエンジンがかかってきてる感じですね。これはですね、今の状態が続いたら誰かダウンする気配ありますね、はい、あーり横体の右、あっとちょっと隣が振り付いたか、やっぱ挑戦者左、今猪木いきますよ、北谷の左が入った、やっぱ振り出してくる、踏ん張れ踏ん張れ、そうそうそう、ちょっと戸高がパンチをもらっています。そして右で右で動く、右、戸高を打たれて打つというよりも、ね、避けて打つ、打たれないで打つ、はい、ここもらってますね。戸高もパンチを返してるんですが、はい、パンチ若干殺さればいいんですけどね、まともに食うところありません、今の状態はまともにもらってる感じですね、まともに食ってますね、はい、トラカはプロキャリア、これが20戦目になりますが、過去ダウン経験はありません。ボギー、横手の右、しかしトラカはあっと押し込んでいく、押し込むんだったらね、もっと力をかけて、もっと押し込むというのは大事ですよ。第3ラウンド残り30秒、来てる右、チャンピオンの右、動くんだったらもっと、大きく動く、それ大事ですね、まだ正面に入ってますか。そうですね、今押そうか、押そうか、下がろうか、はい、もう迷ってると最高の方が落ち合っています。この第3ラウンドもほとんど休むシーンがありません。徹底してパンチを出し続ける両者、さあ接近戦、打ち合う打ち合う打ち合う、休まず打っていく、チャンピオン右を打つ、第3ラウンドこれ終了、激しい打ち合いでした。第3ラウンド逆に挑戦者、翌体がかなり打ってきましたね、まともに食いましたね、はい、今のラウンドはそれで、はい、右大きく食いましたけど、はい、アッパーも結構食ったんですね、そうですね、距離が詰まってからのアッパーがありましたね、距離は両方ともいい距離ですから、はい、それはそれでいいんですけど、相手が翌体が打ってきた場合にはブロックすることも頭に入れなきゃいけないんですね、そうですね、打つことだけじゃなくてですね、はい、第4ラウンドが始まっています。今のところは打つことだけ、はい、考えてるせいか、打たれ、パネジっていうのがありますからね、トラカのディフェンスは決してそんなに打たれるようなディフェンスではないんですけども、この試合に関してはかなり横手のパンチをもらってますね、やっぱり打つことを、頭に入れてるんですね、攻めの気持ちが強すぎるんでしょうか、それはもちろん大事なことですけど、ブロックするのも大事ですよ、はい、大東さん、はい、赤コーナーのチャンピオンサイドですけれども、大丈夫大丈夫、ただもう少し体を振ってリズムだリズム、ガードを忘れるなという声です、はい、やはり体を振れという指示がコーナーから飛んでますね、ちょっと勝ちすぎるところがあるんですね、はい、今少し動き始めましたけどね、はい、動くんだともう少し動いてもいいですね、中途半端な動きじゃなくてですね、大東さん、はい、一方の挑戦者翌体陣営は非常にいいと、でね、もう一気にいってしまえ、はい、お前はチャンピオンだということです、確かに第3ラウンドは激しいラッシュがありました。飯田さん、はい、翌体はチャンピオン時代のボクシング思い出しましたかね、そんな感じですね、本当にクリンチもないし、頭がぶつかり合って押し合ってるんですけど、本当に翌体はずっしりともう根が生えたような、バランスなんで、重たいんですよね、押していくのが、体重調整に苦しんだという噂もあったんですけれども、実際に試合が始まるとさすがに元チャンピオン翌体失踪、チャンピオン時代の馬力を思い出したか、そしてまた距離を詰める右のアッパー、今日はこの翌体の右のアッパーがよく当たりますね、はい、右もう少し動くんだったら徹底的に動く、はい、
ち合います。これがちょっとペースを取り戻したか。ボディーを打っていきます。また顔を合わせるようにして激しく打ち合っています。ただこのかなり接近しての下からのパンチというのは横体の方が数が多い感じがしますね。アッパーは結構いい角度で入ってますね、はい。それにしても両者ほとんど休むことなく徹底して打ち合っている。まだ第4ラウンドなんですが本当に激しく打ち合っています。やはり予想通りの激しい打ち合い、打撃戦ですね。それと翼体はこのまんま調子に乗ろうとしますからね、はい、なんとか調子に乗せないようにしなきゃいけないんですね、はい。ただもうチャンピオントラカの方も一方的に押されてるわけじゃないんですよね、うん。だからちょっと迷いがあるんですね。迷いがある、はい、打つか、動くかちょっと迷ってますよね、はい。逆に挑戦者翼体思想の方はもう迷いなく自分のボクシングをやってるということでしょうか。迷いなく前に、はい、もっとエンジンかけようという状況ですね、はい。おっとちょっとチャンピオントラカの方が状態をもたれかりました。そして攻めた。翼体が出るところを狙って打っていきました。そしてまた接近戦になります。ほとんど両者が休む時間はありません。残り10秒切っている第4ラウンド。さあチャンピオンナッシュ。しかし挑戦者翼体もひるみません。打ち合って第4ラウンドが終了しました。で、この左右のアッパーを的確に当ててますね。そうなんですね。ですから戸坂も今の状態から前に出ようとするんですけどね、はい、このアッパーがあるんで止まってしまうんですね、うん。なるほど。このアッパーは邪魔ですね、はい。さあ菅井サラストライナーの指示を聞きました。挑戦者翼体思想2日前に合流したかつての師匠キューバ人トレーナーイスマイルサラストレーナーが翼体サイドについています。第5ラウンドのゴングになりました。そしてまた右のアッパーです。このアッパーがよく当たります。挑戦者翼体思想この距離になったらアッパー、はい、なんとかせんというかですね、またガードを絞るとかですね、もしくは押し込むとか、うまく今右のフックをかわしていってチャンピオントラカのパンチを打っていきました。大東さんね、はい、赤コーナーサイドなんですけども、まさにその通り、あのアッパーをもらうなと、とにかく相手は飛ばしてるだけなんだから今のうちは辛抱だ、ガードを絞って、12ラウンドフルで戦うつもりでやれという指示です、はい。また右のアッパーが取りました。翼体思想、はい、12ラウンドフルで戦うつもりだったんですね、まず左のリードジャブに進みますね、これをもっともっと突くことですね、はい。ちょっと左のジャブが少ないですかね今日は、入られてるから、打ちにくいというところもあるんですけどね。なるほど。もっとこれで、入られてからでもいいんですけど、はい、もっと出すことですね。ちょっと距離が、取れれば、右ストレートを打てばいいですから、はい。挑戦者翼体思想は、今の左、これをもっと続けるんですね。第6ラウンドまでに翼体は戸高を KO で倒したいと話していました。前半飛ばしてくるかなという予想があったんですが、やはりそのように飛ばしてくる感じですか。予想通り、予想通りというか、作戦通りということですね、はい。一方の戸高は後半 KO というのが自分の魅力と言ってました。さあ相手のパンチをかわしていって、そして右、そして今度はチャンピオンが打ちます。このラウンドは戸高、リズム出てきましたよ。出てきましたか、今の左ですね、確かに戸高本人に聞きますと、自分は5ラウンドぐらいから本当にエンジンがかかるんだと、相手のイメージは最初から持っているんだけれども、そのイメージと実際にグローブを合わせた違いというのは5ラウンドぐらいでギャップが埋まってくるんだと、なるほど、話してましたので、この中盤以降が本当の戸高の持ち味が出るラウンドかもしれません。このラウンドはですね、戸高の左のリードジャブが出てる、それがいいんですね、はい。あらっといい挑戦者翼体の左のフック、そして連打、チャンピオン連打、少々のパンチを食らってもひるまないというのが戸高のボクシングスタイル。飯田さん、はい、翼体のパンチなんですが、はい、かつては強引に振っているという印象がありました。そうですね、今日はどうですか。結構冷静になんか狙ってきてますね。冷静ですか、はい。かつては割と脇が開いた感じで振ってくるところあったんですが、はいはい、今日は脇縛ってる感じしますね。ストレートが、はい、右のストレートがまっすぐに打てるようになってるので、あれもまた怖いなと思いますね。そしてトラカが中に入ってくると右のアッパー、しかしトラカがひるまず打ってきます。このラウンドはせっかくいいリズム出てきていますから、真正面の打ち合いというよりもですね、左をもっと出すけどね、それで距離を取ることが大事ですね、はい。一旦距離を取って、そうですね、そしてリズム、はい、そしてストレートの距離、はい、ストレートの距離まで、距離が取ればいいですね。なるほど。しかし休まず打っていきます。トラカもいいリズム取ってきました。